長野を代表する桃の早生種の一つ、川中島白鳳の出荷が昨日から JA グリーン長野管内で始まりました。篠ノ井東福寺にある選果場には生産者が収穫したばかりの桃が持ち込まれ、従業員たちは選果と箱詰めの作業に追われていました。川中島白鳳は川中島町で生まれた品種で、歯ごたえがあり甘みが強いことが特徴です。今年は開花が遅かったものの、その後気温の高い日が多かったことから生育が進み、例年より5日ほど早い出荷となりました。霜の被害も少なく、 JA グリーン長野では桃全体で去年よりも300トン以上多い1945トンの出荷を見込んでいるということです。今年の桃はね、とても期待していただいていいくらいに甘くて綺麗な桃が出来上がっております。召し上がっていただければああというふうに実感していただけるかと思います。川中島白鳳の出荷は来月初旬頃までで、この頃には長野県オリジナル品種の夏っ子、お盆前には主力品種の川中島白桃の出荷が始まる予定です。